生鮮は東京都文京区湯島に本店を置く、んカツ専門店である。1930年、んカツ専門店の多い東京上野に、生鮮の名で店を構えたのが始まりで、各地にのれんわけによる店舗を有する。かつ三度発祥の店としても知られ、1963年の映画、喜劇んカツ一台のモデルともなった。初代、石坂和夫が1930年、 箸で切れる柔らかいトンカツを完成させたのが始まり。1935年に、初代、石坂時が、当時の下や下流会の芸者集の口が汚れないようにと、パンに挟んで小さなカツサンドを作ったのが、始まりとする、カツサンド発祥の店としても知られる。直営店は、湯島の本店、上野松坂や地下、日本橋高島屋地下の3店のみである。清から、 のれん分けした店は、お箸で切れる柔らかいトンカツのキャッチフレーズと、豚さんマークを使用して、生鮮の野号で営業していることが多い。セン青山本店1978年から、東京都渋谷区神宮前に店舗を構えるトンカツ店。センも、生鮮から独立した店であるが、正式なのれん分けではない。自己承諾の名称使用許可の下で、青山聖戦という野号を使用していたが、 1983年の本店改築を機に称号を変更した。このマイセ線を運営する伊豆津マイセ線株式会社は2008年3月サントリーの参加に入った。ありがとうございます。